皆さんこんにちは。今季2年連続の最下位となってしまった中日ドラゴンズ、チーム再建を託され昨年から指揮を執っている立浪監督ですが、再建どころか崩壊させてるとさえ揶揄されており、非常に苦しい状況となっています。最終戦のセレモニーでは生まれ変わると発言しており、オフには大きな内部改革が予想されていますが、ファンは大丈夫なのかと心配している様子。そんな中日ですが、先日5日に戦力外通告を通達した選手を発表。育成の松田博明投手、伊藤浩介選手、そして岡野雄一郎投手と来季契約を結ばないことを発表しました。松田選手、伊藤選手は悲しいけど仕方ないという意見がほとんどでしたが、岡野選手の戦力外についてはファンが激怒、意味がわからないという声が上がっています。今季は2軍で計18試合に登板して2勝6敗、防御率は 5.12 と数字だけ見れば妥当な気もしますが、実は岡野選手、戦力外にするにはもったいないほど優れた数字も残しており、他の部分でも戦力外はおかしいと言われているのです。一体岡野選手の優秀なポイントとは。そこで今回は岡野選手の戦力外に批判が殺到した理由や優れたポイントについてご紹介していきます。2019年のドラフト会議で中日ドラゴンズから3位指名を受け入団した岡野選手、社会人出身の選手というのもあって即戦力として期待され、2020年6月25日対横浜 DeNA ベイスターズ戦でプロ初登板、初先発を果たします。しかし結果は5回8安打5失点で降板、そのまま敗戦投手となってしまいます。その後も何度かチャンスをもらい、最終的に11試合に登板、そのうち9試合で先発登板したが2勝2敗、防御率 6.17 と即戦力の期待に応えられず、プロの壁を痛感することに。翌年の2021年は交流戦、埼玉西武ライオンズ戦でシーズン初登板初先発を果たしたものの、味方の失策も重なり4回6失点という内容で敗戦投手となります。この敗戦でチームは初の交流戦優勝を逃し、登板2試合目の阪神タイガース戦でも4回4失点という投球内容で2連敗を記録。それ以降は1軍での登板機会をつかめませんでした。しかし昨年の5月11日の東京ヤクルトスワローズ戦では5回無安打無失点の好投で勝利を記録。岡野選手が勝利投手となるのは2020年10月26日の阪神戦以来664日ぶりでした。ただシーズン通算では1勝3敗と黒星が先行。結局プロ1年目から3年連続で減俸での契約更改となってしまいます。そして今年は中継ぎで起用され、1軍で15試合に登板、防御率 5.73 と結果を残せず、8月26日に登録を抹消され、その後ファームでは苦しい投球が続いてしまいました。9月12日、15日、26日の試合で3戦連続で1回持たず KO に。今季は2軍でも計18試合に登板して2勝6敗、防御率は 5.12。 2023年シーズンは悔しい形で終えることになってしまい、今回戦力外となってしまいました。とはいえ1軍でもこの防御率は1試合だけ炎上した結果で、トータルで見れば無失点に抑えることは多くありました。とはいえ無失点か炎上かの2択ではあったので、このような成績となってしまった感は否めず、安定感に欠いている点は変わることはできませんでした。そしてオフには戦力外となった岡野選手。しかしファンからは岡野選手の戦力外について批判が殺到、同時に来季の中日に対して不安な思いを見せるファンも多く現れました。一体なぜなのでしょうか。実は岡野選手、中日の2軍をうまく回してくれている存在で、1軍2軍合わせて90イニング近くを食っていました。今の中日は選手、特に投手が不足しており、2軍は悲惨な状況となっています。高卒ルーキーの森山選手が開幕からローテで回って故障していたり、
120キロ中盤の球速しか出ない柿越選手を使い続けたりと、投手を回すのに苦しんでおり、他の選手はそんな2軍を回していました。ちなみに中日の2軍は選手編成が不可能という理由で何回か試合が中止になっています。高卒ルーキーが回さなければいけないほど薄いのに、その中でも特に回してくれて、なおかつ1軍でも一定の結果を残していた岡野選手の戦力外はどうなんだと批判が殺到したわけです。とはいえ年齢を考えると来季30ですし、仕方ない部分はあるだろうという声もあります。そもそも2軍がこれだけ崩壊しているので、編成がきちんとそのあたりの穴埋めをするはずですし、大丈夫だとは思いますが心配にはなりますよね。そんな岡野選手、表面上の数字は確かに良くない印象ですが、実はかなり優秀な部分があったりします。一軍では複数失点する試合もあった岡野選手ですが、四死球は少なく15登板中14試合で1つ以上の三振を記録。セーバーメトリクスの観点から分析を行う株式会社デルタのデータによると、奪三振割合と四球数割合の差では18.5% と平均以上の数値をマーク。奪三振割合 20.7% に対し四球割合が 2.2% とかなり低いのです。つまり制球力が抜群にいいわけですね。この制球力の高さは武器になりますし、少しきっかけを与えれば化けそうな予感もあります。来季で30歳という年齢的な部分もあるが、昨年までは2軍で3年連続で防御率3点台以下をマーク。直球の平均球速が140キロ前半と少し遅めではあるものの、制球力という点では1軍でキラリと光る魅力を見せており、もしかしたら獲得に手を挙げる球団は現れるかもしれませんね。戦力外通告を受けチームを去ることになってしまった岡野選手。通告後、岡野選手は年齢も29歳、覚悟はしていました。一軍で投げた試合も少なくて考える日々が大体を占めましたけど、充実した日々でしたと4年間を振り返しました。しびれる場面で投げられたのはいい経験、ファンの皆さんの大きな声援には感謝の気持ちでいっぱいですと、数々の起用法を試してくれた球団に感謝し、体はどこも痛くないですし万全な状態と現役続行を希望。果たして新天地に移籍となるのでしょうか。今後の動向に注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。